フェリー白島は、沖汽船が運航しているフェリー。三菱重工業下関造船所で建造され、1995年3月に、就航した。水木しげるロードの沖への延長に合わせて、北郎フェリーとして、本船側面には、ゲゲゲの北郎のイラストが描かれている。通称、北郎フェリー。北郎フェリーという名がついていることから、沖汽船が販売する。 1> 車1台とドライバーの往復運賃が、込みとなっている、北ー割、という企画商品がある。大路時に、北ーフェリーを利用することが条件。運賃や申し込まれる、際の注意事項は、https コロンスラッシュスラッシュ w w w o k i k i s e n c o j p スラッシュニューススラッシュ4 8を参照のこと。他にも、 沖フリー自動車高層ギップという企画商品もあり、こちらは本土沖諸島間のフェリーの往復乗用車、高層料金に加え、島前道後間の沖汽船のフェリーに加えて、さらに沖観光が運航する内航船に乗り放題になるという、島前道後間を車で移動する人にとってはとても便利な切符である。航路沖航路島後の西号港を起点に、 本土の境港まで1日1往復を運航する。袋の来居港は、冬季のドック期間中のみ寄港する。本船のドック期間中は、フェリークニガが大船として運航される。船体は4層構造で、上層から航海船橋甲板、2層の船室、車両甲板となっている。車両甲板の船首と船尾にランプウェイを装備している。 パブリックスペース物販設備娯楽設備2003年2月24日、9時20分頃、七類港からチブリ島の来居港へ向かって航行中、左限減速機から4と振動が発生、減速機歯車の接損が確認されたため、右限式のみで航行を継続し、島前の三港に寄港後、島後を抜け港として七類港へ寄港した。接損原因は、 残留不純物を起点とした肥料亀裂で同様の接損がクロムモリブデンコを使用した歯車で多発したため、材質のニッケルクロムモリブデンコへの変更、高周波焼き入れの方法の変更などが行われた。2010年5月26日、17時5分ごろ、西の島の別府港4号岸壁に着岸する際、突風に圧流されて、左舷船主部が岸壁に衝突した。 衝突により本線は、左舷選手部に大損を生じ、岸壁は車止めに破損した。ありがとうございます。